はいどうもこんにちはクレイです、よろしくお願いします。さあということで今回はですね、待望の2009侍ジャパンイチロー選手初紹介やっていきたいなと思います。はい、ということで2009侍ジャパンのガチャ登場からねちょうど1週間ぐらいかな、立ってるかなと思うんですけど、まあ、イチロー選手のね、使用動画、たくさんの方が挙げられてると思います。で、まあ、僕もね、ただこのタイミングでイチロー選手を使うだけだと面白くないかなということで、ちょっと違った企画を持ってきました。それがこちら。イチロー選手が選ぶ2006-2009日本代表ベストオーダーリア隊です。まあ、これですね、コナミさんの公式のチャンネルで、10日前くらいにね、上がってる動画かな。があるので、まだ見てない方はぜひ見ていただければと思うんですけど、あの動画ね、もうめちゃくちゃ面白かった。まあ、まずね、こう、イチローさんがベストオーダーを考えるみたいな企画って、あまりね、なんかイメージがなくて、結構 YouTube やってる OB の方とかが、ベスト9組むとか、ベストオーダー組むみたいな企画って結構あると思うんですけど、それをイチローさんがやってるっていうのがね、なかなかないので、まあ、今回はこの2006-2009の、まあ、侍ジャパンというくくりの中でね、組むっていう企画ではあったんですが、まあ、めちゃくちゃ面白かったんで、まあ、ぜひね、見てない方は見てみてください。で、まあ、今回そのオーダーをね、プロスペースの方で再現してみたんですが、まず1点ちょっとね、違うところがありまして、セカンドですね。セカンドのところ、本当はこれね、片岡さんだったんですけど、ちょっと片岡選手はもう S ランク、当たったことはあったのかな？ああ、1回も当たったことないわ。うん、持ってなかったんですよね。ってことで、まあ、今回はそのセカンドの枠だけ、まあ、イチロー選手のね、まあ、交友も深い川崎選手を入れさせていただいてるんですが、まあ、それ以外はもう完全体ですね。まあ、イチロー選手が選ぶオーダーで、やっていこうかなと思います。で、投手もね、3人選出されてまして、岩隈さん、渡辺俊介さん、松坂さんの3選手をね、挙げられていたんですが、まあ、そこもしっかり一応、松坂選手はね、この2009まだ取れてないので、この中日バージョンのね、イチローセレクションのものを使わせてもらおうかなと思うんですけど、まあ、今回はこんな感じのオーダーになっております。じゃあまあいろいろ語りたい部分というか、話したいことはたくさんあるんですが、もう早速試合やりながらね、話していきたいなと思います。じゃあ行きましょう。さあ、てことでやっていきましょう。本日の初戦です。よろしくお願いします。というか、そもそもあれですね、この実写スタイルにしてからリアタイの動画、多分初ですよね。いつも、まあ、そんな多分この画角じゃ分かんないかもしれないけど、まあ、こんな感じでやってます。まあ、配信とかではね、言っても普通に見せてるんであれですが。さあ、ということで、高校でした。行きましょう。先発は、もう第一でね、一番、井の一番に名前が挙がった岩隈さんで、行かせていただこうと思います。マジ？この時の岩隈さんはね、その、まあ、一郎さんもその動画でおっしゃってるんですけど、もう膝から上に来るボールがなかったと。打たれる気がしなかったって話をしてたんですけど、めちゃくちゃ打たれていく。あれ？おかしいな。それこそ岩隈さんもね、今年オリックス版、近鉄版のが、まあ出ちゃったので、まあそういう兼ね合いもあるのかなと思いつつも、まあ和田さんみたいな例もあるんで、侍ジャパンでね、出ても良かった気はするんですが、どうしようかな。ちょっと抑えられるイメージがないな。OK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 。で、このイチローさんの選出のジャパンメンバーは、どちらかというとやっぱ守備で負けたくないと。守備で負けたくないから、まあ、守備から選ぶと。でも、まあ、やっぱ打線もね、当然ながら点取らないと勝てないんで、まあ、中島選手だったりとかが入っているっていうね、話はされてたんで、失点をね、マジ普通に上手くないか。あれだな、どちらかというと、うん、そうだね、変化球待ってる感じがしますんで、お、イチローさん使ってる。ちょっともう、ツーシームとストレートゴリゴリで押していきますか。OKOKOK。まあ、この3点は仕方ない。OK。さあ、ということで、いきましょう。いや、この1-2-3、かっこいい。たまらん。まあ、またちょっと改めてね、こうオール侍ジャパンはやろうかなと、思ってるんですけど、お、来たー、阿部一郎、ナイス。パワーも80乗ってます。あ、てか、一郎さん、称号やんの忘れたわ。まあ、いっか。いきましょう。はいはいはい、マー君のこれいつの2-2-1。 OK。 ああ危ない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 、そんな落ちない。ボール OK。 ミートでかいな。でもやっぱりほい、よっしゃ、いいね、イチローさんらしいヒット、素晴らしい。まあ、でもあのおじいちゃんフォロースルーというか、なんか腰砕けるフォロースルー、まだ健在なんだね。フォロースルーもなんか何パターンか、それこそプロスピ6のイチローさんのやつとか
入ったらいいのにな。オッケー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 。さあ1、2番でチャンス作って、3番青木さん、青木さんもこの侍ジャパンのやつは初勝っすね。ちょっと逆転するまでは、あ、やったー、スプリット見た。ちょっとバッティングに集中させていただきます。あ、内川さんスピ負けきついな。特能出てるけど、この4番に内川選手を置くっていうのがね、またなんかイチローさんらしいなというか、この4番論に関してもいろいろ話されてて、このメジャーリーガーじゃない方がいいっていうね、城島さんとかじゃなくて、まあ、アメリカのそのファンだったりとか、まあ、相手チームだったりとかがこう知らないというか、誰みたいになる方が不気味で怖いみたいなのを言ってましたね。それすごい印象的でした。ほい、いやー、力が足りんかった。パワー落とされて多分飛ばんかった。さあガッツいこう。ファーストもね、結構迷われてた感じではあったんですが、あの守備とバランスを考えてっていうところなんですかね。 OK、 ボール、やーぶね、ほい、やべ。さあ岩隈さん2イニング目、これ抑えれるかな。もうちょっと初回の反省を生かして直球主体でいきます。 OKOKOK、 まあピッチャーの選出はね、やっぱ3人っていうところで、まあちょっとね、多分難しい。おお、西岡さんうまっ。まあ、難しいところが多分あったとは思うんですけど、個人的にはね、2006を見たら上原さんがね入ってもよかったかなと思うんですけどね。やっぱ松坂岩隈のイメージがこうどうしても2006、2009って強いと思うんですけど、上原さんのピッチングもすごかったですけどね。さあということで最終回、ちょっと逆転しないと負ける。イチローさんが選んだオーダーで負けるわけにいかんよね。さあ中地、この中地も初使用。ほい、いた。オッケー、よし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 。まあ風がちょっと6メートルね逆風なんで、これ右バッターでなんとか点取っていきたいね。さあここ7番かなに城島選手が入ってます。スタメンを考えるとき、あ、やった、ちょっと詰まった。スタメン考えるときにキャッチャーの城島選手が1の1番に決まってましたね。でもやっぱメジャーリーガーの、メジャーを経験してる、メジャーを知ってるキャッチャーがいるかいないか大きいみたいなのを話されてて、まあ、それは間違いないなと。ここ最近の侍ジャパン2013以降はやっぱキャッチャーがね、まあ、てか2009だけか、言うても城島さんのそのメジャーリーガーというのはですけど、キャッチャーでメジャーに挑戦する選手がね、あー、ボールが危ない。今後また出てきてほしいなっていう個人的願望が。あー、入ってるか。あー、マジか、やばい、追い込まれた。頼む川崎さん、つないでくれ。踊るぜ川崎は、応援歌もしっかり流れてます。ほい、うまい、フォロー滑れてる。マジマジか。そこは落ちるでしょ、低弾道。はい、ってことで2試合目です。やっていきましょう。お相手の方、チンポーさん、よろしくお願いします。さあってことでね、2試合目の先発は渡辺俊介さん持ってきたんですけど、相手の打率的にちょっときつそう。いやー、捨てもだいぶ削られるな。でもね、イチローさんがこう選んだ時にピッチャー悩んでたんですけど、その中でもね、やっぱ渡辺俊介さんがいなかったら勝ててなかったっていうね、そこまでイチローさんに言わせるね、魅力がやっぱり渡辺俊介さんにはありますので、ちょっとリアタイきついかもだけど、オーケー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 、使っていきたいなと思います。これ高めボールでいいな、ギリボールでオッケーで見せて、どうしようかな、スローカーブっていう手もありだけどな。頼む、ギャンブル、ベスピア出てる、いいとこ行け。きつすぎる。きついな。おっと、おー、よし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 、ちょっとなんかラグかったけど、ちょ、もう外野下げて、もうあくまでも長打打たれる前提で、あんまり普段長径してないけど、どうなんだろうな、リアル軌道だったら強いのかな。また来年ダルビッシュチャレンジカップがあるか、来年っていうかもう今年かあるかちょっと分かんないですけど、甘い。おお、でもいけるかも、いけるいけるいける。初手ちょっといかれたけど、いやでも昨日のね、侍ジャパンの戦いも本当に素晴らしかったですね。準々決勝、皆さん、まあ僕の動画をね見てる皆さんは、まあもちろんね、リアルタイムで、ないしは、まあ、リアルタイムで見れない人も、まあ、ハイライト追ったりとか、オッケー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 、案外いけるな。まあそういった形でね、チェックした方が多いんじゃないかなと思うんですけど、いや本当に素晴らしい戦いだった。さあ、まあじゃあイチローさんの打席終わったらいろいろ話そうかな。さっきはレフト前に綺麗なヒット、
ケー。お相手の先発は今年のダルビッシュさん。オッケー。はい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 。いいね。でも風1メートル追い風なんで、はい、いい、まあまあまあいいヒット。オッケー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 。まあ一郎さんにねホームランを求めるのはやっぱちょっと使い手としてもなんか違う気がするんで、これ走ろうかな。まあこれでいいよ。うん。ナイス。援護して。オッケー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 。今の空振りしてなかったらちょっと怪しかったかもな。ほい。あー、まあまあまあ最低進塁だ。オッケーオッケーオッケー。いいヒットだ。ヒットならんか。ライン、もっとライン際に飛んだつもりだったな。ちょっと刺されてた。刺されてたというか、思ったよりも引っ張れてなかった。まあ、ということで、ちょっと準々決勝振り返りみたいな話をしていこうかなと思うんですけど、何よりもやっぱ大谷選手はね、めっちゃ気合入ってたね。あんな声出る大谷さん、なかなか見たことないというか、すんごい気迫がこもった、もう初回からね。素晴らしい立ち上がりでした。で、まあ、ちょっと序盤ね、岡本選手のサインミスなのか、全体の源田選手のサインミスなのかちょっと分かんないですけど、まあね、盗塁失敗、謎の盗塁失敗みたいなのもあってちょっと重い雰囲気だなっていうところを、昨日ご一緒させてもらった谷繁さんもおっしゃってましたけど、やっぱあっこでね日本の流れを引き渡さなかったのは大谷選手のあのピッチングだなと、間違いなく、まあ、そう思いますね。でからのね、まあ、日本が先制するシーンが来るわけですけど、いやーでも大谷選手のバントしびれたな。まあ、メジャーでもね、シフト敷かれてる時に、まあ、それこそホームラン争いしてた時とかも、まあ、バントヒットね何本か出てたりとかもしましたし、まあただもう一発勝負のあの舞台でやるかっていう、あれを予想してた解説者の方とかいたんかな。取れる、いやー取れないか。まあ本当に素晴らしい。やっぱりこうなんだろうな、ただ球がすごい、バッティングがすごいだけじゃなくて、こう野球脳の高さというか、まあそれこそイチローさんとかがねやっぱりそういう部分はもうダントツで長けてるイメージがありますけど、まあ、大谷選手もそれに匹敵、それ以上かもしれないなと思わされるぐらいのもう嗅覚というか素晴らしいなと思いましたね。でカナのね、まあ、ちょっと大谷選手が、まあ、序盤から飛ばした分ちょっとバテてきたのかなみたいなとこで取れ、いやー取れないか。伊藤選手ですよ。伊藤大海選手のあのピッチングね、ハイライトとかでねあれ結構カットされがちだったんですけど、いや僕はあれ MVP レベルだと思うんですよね。あっこでそれこそなんかまあ抑えて当然みたいになってますけど、それこそフォアボールとかでねさらにピンチ拡大したりとか同点逆転とかっていう流れになってたら本当にどうなってたかわからないなと。取って、よし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 、まあ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 、オッケーオッケーオッケー。思いますし、いや、本当に素晴らしいリリーフだったなと思います。で、さらに言うと、その後の今永さんですよね。回転数、ストレートの回転数が、メジャートップクラスを上回るっていう、もう素晴らしい指標が出てるんですけど、昨日か。昨日もまた素晴らしい数字が出て。いやー、ちょっと渡辺俊介さん限界かな、これ。で、からのダルさんのリリーフね。まあ、一発あったんですけど、あれね、リプレイ見たら、まあ、ヌートバーも抗議してましたけど、あれ入ってなかったね。ネットみたいな、東京ドームの上のネットみたいなところに当たってましたね、フェンスの上の。まあでも、多分あの展開っていうのと、まあ流れ的に、こう、間を空けない方が、まあ、ダルビッシュさんの投球的にいいっていうことで、多分栗山監督はね、チャレンジしなかったのかなとは思うんですけど、やばい、これ2連敗は許されないぞ。ああいやーマジうますぎ守備、いやー切れるか、あ終わった。はい、ってことでさすがに負けで終われないでしょうということでね、でまさかの2連敗はもうちょっと本当さすがにないわ。さあイチローさん、まあでもイチローさんがね、今日主役なんで、主役ではしっかり打ててるんでね。さあ最初のやっと先行が来た。あーで先発黒田さんか。黒田さんの名前もね、井の一番に挙げてたんですよね、実は。ただまあ、結果的にね、怪我で外れちゃったんで、まあ、名前がなかったんですけど、最高。行ってもよかったな、今の。前回のやつよりこっちの方が、なんかいいかも、個人的には。ほい、ボールか、まあでもフォアボールだったら、しゃあない、しゃあない。よーし、OK。いや西岡さんいいな、前回の初使用回からだいぶ打率いいと思う。いやボールだけど落ちる、オッケー、青木さんらしい。オッケー、ナイスセン。
さあガッツ全出し強っ、やば、バケモンだろこれ。94-99。あーやったー、ちょっと待って、やったー、いけ、うわー惜しい。オッケー、ナイス、よし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 。まあ今の一発あわやホームランっていうね、あのファールが効いたね。はい、てことで3試合目の先発は、大輔松坂さんです。まあ中日版ですけどね。まあやっぱ MVP 男じゃないとダメかと、いうことで、イチロー VS 松坂大輔打たれていく。させイチロー対イチロー、あーよし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 、しっかり OK。 いやーこれどうしようかな、相手のオーダーいいな。まあでも1点いいか、ここよし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 、させるんじゃないかワンチャン。いやでもイチローさんじゃ無理か、まあ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 取れる、よーし OK。 危ねえ、まあなんとか同点で耐えましたと。もう一回イチローさんに回るので、うわこれミートでいきますか、よーし OK。 綺麗なヒット、まあできればそれこそ2、3塁の、あの韓国戦と同じシチュエーションで迎えられたら理想。あ、いいんじゃない、2、3塁、止まって止まって、2塁いけないか、まあ、これ走ってもいいな、まさに一緒じゃん。でもこれ走ったら、まあ、本当は1、3塁からでしたからね。1、3塁で岩村さんが盗塁してからなんで、ノーマル、まずい、走れ、よーあこれはダメっすね。川崎さん多分後でこれイチローさんに怒られます。 OKOKOK、 いやー勝負してくれ、もうこれボールでも振りに行こう。あー見送ってしまった、反射的に見送ってしまった。こう走ろう、インコースのボールに重点を置いて待つ感じ、まあ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 、危ねえ、走っといてよかった。イチローさんでもスタートあんま良くないな、ナイスだったぞ今。よし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 、イチローさん帰ってきて、あー無理か。いやでもイチローさんの解説とかいつか聞いてみたいですけどね。今回の WBC とかもオファーはしてたのかな、どっかアマプラとか、アマプラでイチローさんの解説、王さんがね解説やったんで、ワンチャンなんか、まあ、それこそアベマ対抗意識じゃないですけど、なんかそういうところのイチローさんの解説聞いてみたかったけどな。ほい、いけ、いやーパワーが足りない。まあしゃあない、抑えて勝とう。2006-2009 MVP の松坂さんならきっと抑えてくれる。よしよしよし、いいボール、1球高めボール球でいい。よしよしよし、オッケー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 、いける、あと1個、田渕さん怖え。でも案外さ、これ松坂さん最新のやつより中日版の方が強いことない？さすがにないか。スライダーカット、まあスピードがねちょっと今の新しいやつよりは遅いけど、球種的にはこっちも悪くないよな。配球の組み立てはしやすい。落とせ、よーし、オッケー、危ねえ。ということで3戦目にしてなんとかイチローさんが選ぶベストオーダーで勝てました。よかった、ぜひとも楽しんでいただけた方は高評価チャンネル登録お願いします。まあちょっとまだまだ侍ジャパン関連のね、動画を出していこうと思いますので、明日以降の動画もお楽しみにしていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。